カンパニアはイギリス海軍の水上規模艦。カンパニアは1893年にグラスゴーのフェアフィールド社で建造されたキュナードラインの定期客船でリバプールニューヨーク間に就航していた。ブルーリボン賞を1893年5月と6月から保持していたものの1894年に記録は姉妹船のルカニアに更新された。 カンパニアは1914年に船舶解体業者の TW オード社に売却された。客船時代の本艦カンパニアは解体されず、1914年11月27日にイギリス海軍によって購入された。海軍はカンパニアを水上規模艦に改修し、カンパニアとして収益させた。前方の煙突は1916年に撤去され、日本の 小型煙突に交換された。160フィートの木製飛行乾板が、艦の全部に取り付けられ、ソッピースパップ戦闘機の発艦が容易になった。以前は、前方の煙突があるため乾板は短く、航空機の発艦に問題が生じていた。当時の他の軍艦同様に、カンパニアには、原爆明細が施された。カンパニアの沈没。 1918年11月5日、カンパニアの沈没。1918年11月5日、戦争の大半を、カンパニアは、スカパフローを拠点として活動した。しかし、1918年の秋には、フォースワンに移動する。カンパニアは、機関故障のため、ユトランド沖海戦には出撃したものの間に合わなかった。1918年11月5日の朝、 フォースワンのバーンティスランドに停泊していたカンパニアは、突風により怒りを引きずって移動し、そばにいた戦艦ロイヤル、多くの艦首に衝突した。続いて、巡洋艦、グローリアスに接触した。最初のロイヤルオークとの衝突で、カンパニアの船体は損傷し、機関室が浸水、すべての電力が失われた。艦は、その後後後部から沈み始め、およそ5時間後に沈没した。 艦の乗員は付近の艦艇によって全員救助された。海軍委員会はこの事故に関して聴聞会を開き、艦が漂流を始めた後に別の怒りを下ろして停止させる作業に関して職務怠慢があったと指摘し、艦の喪失には当直士官に大きな責任があったと結論付けた。カンパニアの船体の残骸は1973年の 船舶残骸保護法により2001年に歴史的な重要史跡と指定された。現在は許可なしに潜水することはできない。ありがとうございます。